シニアのための弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネル、小暮です。今回はですね、このチャンネルにですね、アップしたビートルズの曲の中からですね、比較的楽に弾けて歌えるようにですね、私の方でアレンジした4曲をですね、ご紹介したいと思います。この4曲ですね、結構オリジナル通り弾くとですね、結構なんかすごく正反も多いし、エレキギターだったらいいんでしょうけど、アコースティックギターで弾くにはですね、結構押さえづらい、コードばっかりでですね、弾き語りにはちょっと向かないなっていう感じだったんですが、私もどうしたら弾きやすくなるかちょっと考えまして、できるだけ弾きやすいコードで、しかも自分のキーにですね、合わせて歌うように、できるんですね。ちょっと一応コードを変えたりですね、してやってみました。で、今回その4曲、そのうちの4曲をですね、紹介、したいと思います。ビートルズの曲、もともとですね、キーが高いですよね。で、私、ジョージ・ハリソンの、曲ですと大体同じっていうかですね、そのまま歌えるんですけど、ポール・マッカートニーだとちょっと高いかなっていう。でも無理、ちょっと高めだけど、出せないことはないかなっていうのがポール・マッカートニーですね。でジョン・レノンに至るとですね、オリジナル通りのキーで歌うともう本当にちょっと苦しいっていう感じになります。で今回はですね、紹介する曲は、ポールの曲を中心にですね、4曲を紹介したいと思います。まずは先ほどやりましたミッシェルですね。これもポール・マッカートニーが歌いました。で、オリジナルキーは実はこれ F なんですね。で今回はですね、F から、半音だけ下げて F をこう E で歌います。で最初私はこの F でですね歌ってたんですよ。ミーシャーマーデーソーで、あれC とかソーソー、ちょっともう難しいキーなんで D、 これですね。どっちにしても結構半音が多くて難しい曲で、ちょっと好きなんだけど歌いづらいなと思ってたんですけど、これがですね F じゃなくて半音下げて E でやれば結構弾きやすいなってことに気づきまして、例えばこう下げただけでもだいぶ違うなと思って、ですから E、 それから次が Am7 で D ですね。それもここがちょっと D シャープのディミニッシュ、これが珍しいコードですね。で次は B7 ですから、これも結構使ってるコード、簡単で、サビの部分もEマイナーですね。 I love you, I love you, I love you G7 That's all I want to say C B7 Until I find a way ですね。結構楽なんですね。
ぜひおすすめ。ただ最初のこのスライドして 7から9まで、3弦をですね、スライド、アクセントですね。これをこれ1弦と2弦はこれで変わらないですね。これをどんどんこう落としていくってことで、まあやるぞ。ということで、これ1弦と2弦はこれ変わんないんですね。変えずにこうダウンして、あの3弦だけダウンする。でこれをやるとですね、なんとなくミシェルらしくなりますので、おすすめです。はい、ミシェルのですね、解説動画は、今回の動画の説明欄にですね、URL を貼っておきます。ぜひ、ミシェル。こうやってみようという方はですね、ぜひ練習していただければと思います。はい、次はアンドアイラブハーですね。これは、いいです。これは何？ F シャープマイナーですね。F シャープマイナーですね。だから早速正反になりますので、これをですね、1音下げて E マイナー。E マイナーにするだけでも随分違うなということです。で、このままやると、これも一音下げて E マイナー、F シャープマイナーを E マイナーにするだけですね。結構弾きやすくなりますんで、それとも最初の、これがオリジナルと。一応下げるとですね、弾きやすくなりますので、これも本当におすすめです。
Bマイナーはこう、これもいいんですけど、まあ、ちょっと変形でですね、1弦と3弦と5弦ですね、これをまあこういう感じでやると、これもまあ大体 B に、Bマイナーに近い音になります。これもやるとですね、結構より以上弾きやすくなりますので、まあ、キーもですね、高いところは出しやすくなります。ということで2曲目はですね、アンダーライフ派をぜひですね、これだったら弾けるということで練習するといいんじゃないかなということで今回紹介させていただきました。はい、3曲目はですね、In My Life、これはですね、リードボーカルは、ジョン・レノンが歌ってます。オリジナルキーはですね、これ A なんですけど、まあ、これも1音下げてですね、G にしました。で、まあ、イントロ部分もそうなんですけど、G でいくと、これイントロもこう、こうすごく楽にですね、抑える。まあ、A ですとこう、ちょっとどじしてもこう結構まあ弾きづらい、あれで、まあこれをどういう風にしたら弾きやすいかなということで、で、まあ私はこの曲はフォーク風にですね、弾くと面白いなと思って、まあずっともうかなりもう昔になりますけどですね、この曲をアメリカのフォークシンガーのジュディ・コリンズさんが青春の光と影なんかを歌ってですね、これヒットした方ですけど、これ弾き語りバージョン、レコードで聴いて、あ、しっとりしていい歌だなと思ってたのがずっと頭の中にありまして、でアルペジオでですね、まあ、弾くのがいいかなっていうのがありました。ということでですね、 In My Life はぜひですね、これは私からしたら本当超おすすめ、まあ、詩の内容もですね、ものすごく、まあ、私たちのシニアの年代になると しみじみとした内容の詩ですので、いいと思います。ぜひですね、レパートリーに入れていただければと思いますが、まあ、ちょっとやってみますと、アルペジオでも弾けますので、レパートリーに入れていただければと思います。よろしくお願いします。すべてカッポなしでですね、まあ、もう一曲、オールマイラビングっていうのを紹介しますけど、まあ、カッポなしでですね、弾けるっていうところでですね、ご紹介しましたので、ぜひ、弾いてみてはいかがでしょうか。で、最後にですね、オールマイラビング、これはリードボーカルは、ポール・マッカートニーですね。
で、これはオリジナルキーがこれ E なんですよ。で、ここでは D、一音下げて D でですね、演奏して、オリジナルは、これも D、オリジナルはですね、E なんですけど、出始めは F シャープマイナー。これで入りますね。ということで、ちょっとこんな感じばっかりで、エレキギターだったらいいですけど、ちょっとフォークだったら、アコースティックだったら疲れるなということでですね、これは、このF シャープマイナーから始まるのをですね、Eマイナーから始まる歌い出しに変えるだけでですね、かなり違ってきます。Go Joe Line I miss you tomorrow I miss you Remember I'm already true And then when I'm away I run home every day I send all my love to you I pretend ノリのいいですね、いい曲ですので、これもぜひビートルズの曲をレパートリー増やす場合は入れていただければと思います。でこれも説明欄にですね、リンク先の URL を貼り付けておきましたので、ぜひこれも参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。